きっかけっていうのが4月に定例会があって、でその定例会の、流れで分科会をやったんですよね。その分科会のテーマの一つで、まちづくり、特にその、住民がどうやってコミュニティを作って、分断しかけているコミュニティを再生して、新しいその復興から先のその生活っていうのを成り立たせていこうかというようなことを中心にしたコミュニティ作り、まちづくりというテーマで一つ分科会をやったんですよね。でそれでいろんな話が出てた中で、一つの成功事例として、コミュニティが非常にこうきちんと、継続されていると、その津波が来て、もともと住んでたところからその避難所へ行って、それで仮設へ行って、で今度高台なりに移転するという間でも、そのコミュニティがそこで分断されるというケースが非常に多いという中でですね、この、新地町っていうのは非常にそこがうまくいってるという事例だというふうにですね、そのちょうど分科会の中で日下さんがその中に出席していただいててですね、それでそういった話題が出たんですね。その中で、同じ出席者の中からでは一度この分科会から のスピンオフみたいな企画で、一度じゃあ新地町に行って実際にどんな形で動かれているのか、あるいはその住民の方々がどんなふうにされているのかというところを見たいなという話があってですね、で、ちょっと今回日程の都合とかでその大勢集まっていただくというところまではなかなか行けなかったんですが、それでも何名かの方にご参加いただいてですね、それで、その実態というのを見ていただけたかなというふうに思っているんですよね。